はい、なおチャンネルのなおです。今日は、待ちに待った、もうインスタではですね、ちょっとあの先に速報で流しましたけども、バンパーね、アルミバンパーね、ラダーマシンさんで、購入しました、アルミのバンパー、を取り付けてき、ました。昨日ですね、ちょっと休みの日に、行ってきましてですね、取り付けてもらいました、ね。でただその購入したバンパーをそのまんま、取り付けるっていうことではなくてですね、札幌の、ナインコネクションさんっていうところでですね、つけていただいたんですけども、まあ営業マンの方、まあ若い方ですよ、ね、名前言っちゃうとあれですから M さんね、もういろいろあのお話をしてくださって、でこのバンパーをそのままつけるということじゃなくて、やっぱりアルミでも錆びたとか来るらしいんですよね。ですからましてや北海道ですから、塩カリとかね、そういうのがめっちゃかかりますから。前僕はスチールの、ルビコン この中華製ですけどね、バンパーをつけて、でこれも中華製です、ね、でもですね、なんていうんですかね、塗装がやっぱり、薄いので、さらにその上から、ブラックで、マットブラックでですね、塗装を、していただきました。でそのナインコネクションさんは塗装もプロフェッショナルですから、綺麗にですね、ムラなくめっちゃ綺麗です、ね。あとね、写真、まあもう動画で見て、まあちょっと今雨に濡れてね、あれですけどもね、これね、赤ので、ルビコンはこの赤ですからね、で赤ね、で下にもね、ピョンと出てる赤わかります？これ、この赤いやつね。でこれも、牽引のあれかな、フックかな、もうついてるんですよね。でまあ、ラダーマシンさんで購入するときに、あれマッチャンネルさんの動画で、クーポンがついたんですよね。でクーポンついて5000円ぐらいだったかな、割引いて、そして購入することができました。まあ、取り付けはねプロの方にお願い した方がいいなと思ったんで、やっぱりですね穴が、違うみたいですね。ですからそれちょっと手こずったみたいですけども、ちゃんときちっとですねつけていただいて、やっぱり整備工場もついてますから。でね、僕そのナインコネクションさん行って M さんと話をして、でナインコネクションさん行ったらもうお店の前にででーんと、これディフェンダーね。でこのディフェンダーは世界に、日本に2台ぐらいしかないって言ったかな、僕もちょっとうる覚えですけども、でもすんごい希少価値がある、ディフェンダーで、うん千万するということでほとんどね綺麗なディフェンダーで、僕はディフェンダー今のもいいんでしょうけども、フルモデルしてね、一度生産中止になって、その頃結構ね僕ディフェンダーに憧れていたんですよね。でジープかディフェンダーかって悩んで、で中古屋さんも全国のディフェンダーの中古屋さんだとか探していたんですけども、でもねディフェンダーはやっぱりね勇気がいる、やっぱりね何万キロ何十万キロ乗っている車だったり、でやっぱり部品が M さんに言わせると部品がちゃんとどんな古いタイプでも作られてると、だからずっとまあレストアっていうんですかね、きれいにしたりエンジンだとか
綺麗にして乗ることができる世界でも、まあ、あの類を見ない車だって言ってるので、まあいや、あの、あ、皆さん勘違いしないでくださいね。ディフェンダーにするっていう話じゃないですからね。もう怒られますからね、こんなことやったら。で、まあ僕は乗りたい車にずっと乗ってきたんで、まあちょっと、まあこれから、まああれですけども、もう60、今年62歳になります。ですから62、63、64、65、まああと2、3年したらですね、まあこれも車検が来ますからね、それまで、大事に愛車を乗りて綺麗にね乗り続けていきたいなというふうに思っていますし、ディフェンダーもやっぱり諦めきれないね。古い方のねディフェンダー、ディーゼルで、そしてねマニュアルなんですよ、ね、マニュアルで、まあ、できれば3ナンバーかな。僕はあんまり詳しくないので、あれですけども、これからちょっとね、勉強したいなというふうには思いますけど、でもね今はねこのラングラー、我が愛車ね、いいでしょこれ、バンパーほんと綺麗、かっこいい、迫力がねまた一段と変わりますね、うん、はい、まあカスタムしないって言っといてカスタムしてますけど、カスタムしないっていうのはですね、大きなカスタム、そうやってそれを言ったら、奥さんから十分バンパーは大きなカスタムだと思いますって言われましてね。バンパーは大きいんじゃないのって言って、その通りです。大きいです。でも前はマフラーだとか、あとルーフラックだとかつけて、で、ルーフラックはもう全然あれはもう、かっこつけですからね。全然僕は上に物を乗っけたりしませんからね。ただ、調子こぎなんですよね。で、マフラーも、エルフォードのマフラー、四角いね、4本出しのマフラー、前回はつけましたけど、今回はね、マフラーは取り替えるつもりは全くないので、フューリーのね、ヤンちゃんのところで買ったマフラーカッターね、あれかっこいいですよ。ね、あれをつけました。ね、まあ、そんなんで、まあ、これから、まあ、小さなカスタムをやっていきたいなと。いうふうに思ってます。で、まあ、これ、別にこれ取り付け動画じゃないんですけども、今これからですね、まあ、続々と小さなカスタムが、小さなカスタムですよ。カスタムっていうのかな。まあ、一つはですね、もう届いてます。ヤンちゃんのところから来てますけども、アンテナベース、ね。フューリーのアンテナベースを、送ってもらいました、ね、で以前は弾丸のやつだった、四角いやつのシルバーだったんですね。もうシルバーも生産してないですから希少価値が高いあれだったんですけども、今回は丸いやつで、アンテナ、長いアンテナを つけたいので、そのやつにしました。でこれも、取り付け、ただ僕ねこうカパッと従来の純正のやつにカパッと両面テープかなんかで貼るやつなのかなって思ったんですよね。したら違います。ちゃん と純正のやつもベースアンテナベースを取ってこれにつけるというやつです。まあちょっと開けてまだ見てない、開封してませんね、まだですね、はい。それともう一つはよいよこいしょこれ、ね、でこれはまあこれも開封してませんけども、ボンネットダンパーね、ダンパーで純正じゃありません。まあ5、6000かそのぐらいですね。の中華製の、ボンネットダンパー、ね、前ねつけたんですけども、前純正のねアメリカンインテックさんっていうか購入して、純正のモッパー純正のやつをつけたんですけどもね、あんま上がんないんですよね。で手でサポートしとって助ける解除するとスーってゆっくり上がっていくというね、多分ですねあれはアメリカの
車ってあのラングラーってここなんかアルミかなんかなんですか、なんか鉄じゃスチールじゃないんですよね。で日本はこれ鉄なん鉄スチールですかね、重たい。だからあのそれに合わせたやつじゃないからなのかなっていうふうには勝手に思ってますけどね、うん、これがあります。あとはあの横のね、こうなんちゃなんだなんか、ね、横にねデカールアメリカの国旗のねデカールを、購入してまあ、今寝かしてますけども、くるくるって丸まってくるもんですからね、ちょっと伸ばしてでそれをまあちょっとつけようかなというふうには思っています。まあそんなもんですかね大体ね。あとあのヒロピークさんからまたこれあの見えますか、ジープね、これを、ま、今回すごいでしょ、二の牛のロノヤのと10個お願いしました。でこれね結構あの使えるんですよ。あのまあまだちょっとつけたいところがありましたんでね、ヒロピークさんにお願いしてね、あの送ってもらいました、ありがとうございます。はい、ということで、今日は、バンパーをつけましたという紹介動画でした。ね、あ、もう11分、まあそんなになるんだな。そんなに喋ってないつもりなんですけどもね、ペラ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 とまた喋ってしまいました。はい、これ編集しづらいですね。ずっと撮りっぱなしのあれですからね。そんなんで、まあ、憧れのディフェンダーも見れましたし、ね、とっても幸せでした、ね、ありがとうございました、はい、またね近々ね、またちょっとねなちょっと考えてるやつがあるんでね、それを、ちょっとまた次回になるか次次回になるか次次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 次回になるか分かりませんけども紹介したいと、またあのもっとかっこよくなりますね、と僕は思ってます。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。皆さん、良いお年をじゃねえやお元気でお過ごしくださいね。まあ毎回言いますけどもいろいろあります、いろいろあるんですよ、あるんですけどもね、前を向いてね、今を一生懸命生きるということで、日々、過ごしていきたいなというふうに思っています。はい、夢のディフェンダーを目指してなんてね、ラングラーのね、愛車の前で言うのはちょっとね嫉妬しちゃいますからね、大丈夫よ、ね、ということで、はい、熱しやすくて冷めやすいナオさんでした。はい、冗談です。はい、ということで、この辺で、終わりにしたいと思います。それでは皆さん、次回またお会いしましょう。それでは一緒にバイならならバイ。シュー。